銀河大戦は、アメリカ合衆国の SF 作家、エドモンド・ハミルトンによる長編 SF 小説。短編集、太陽強奪とともに、人類を含む多数の異星人種族で構成される星間パトロールの活躍が描かれる。ダーナルの指揮する宇宙中隊は、銀河系の遠編区域をパトロールしていた。突然、チューズに黒天の群れが映し出された。はじめは、 外宇宙からの隕石群と思われたが、それらは減速しつつあった。接近してみると、それらは、くさび型の編隊を組んで飛行する五千石余りの宇宙船団だった。その船団が攻撃を仕掛けてきた。十隻しかない宇宙中隊はたちまち撃破され、残ったのはダーナルの上官だけになった。艦は、全速で脱出して、銀河系に向かうとともに、総司令部に、 ことの次第を連絡した。司令部は何千隻もの艦艇を集めて、謎の戦団を迎撃しようとした。所詮は、二つに分かれた銀河艦隊の挟み撃ちで敵の先遣隊を撃破したが、敵の本隊に同行していた磁石船によって行動の自由を奪われて、航行不能にされ、銀河艦隊はほとんど全滅した。生き残ったダーナルの艦も、 敵艦と衝突して大破したが、ダーナルは敵艦に異常しての白兵戦で一石を奪った。その艦に乗っていたのは、長さ10フィート、直径1フィートほどの体育を持つヘビ人間たちだった。ヘビ人間たちは、カニザ大聖団を占領し、そこに基地を築いた。ダーナルが乗っ取ったヘビ人間の艦は、一路カノープスに向かった。やがて銀河連合評議会の建物が見えてきた。 こちらを敵と誤認して艦に発砲されたが、辛くも乗り切り着陸した。艦内にあった蛇人間の資料を分析して恐るべきことが判明した。蛇人間は地球から数百万光年離れた島空の一つを支配する生物だが、その島宇宙には明るい星がなく死にかけているため目に見えず、これまで知られていなかった。蛇人間は他の島宇宙へ移住するため、 殺人光線兵器で武装した超高速宇宙船を五0席建造し、最も近いアンドロメダ島を宇宙に向かった。だが、アンドロメダ人は高度の科学力と武力を持っており、侵略船団を撃退してしまった。そのため、侵略先を我が銀河系に変更してやってきたのだ。カニザ大聖団を共闘歩にして銀河系を手中に収めた後は、 再度アンドロメダ島宇宙を攻撃する予定なのだ。もはや銀河系の戦力では、ヘビ人間を阻止することはできない。ダーナルたちは、銀河連合協議会の議長の命を受け、救援を求める使者として、アンドロメダ島宇宙へ派遣されることになった。超高速で航行することが必要なので、乗っ取ったヘビ人間の宇宙船で一行は出発した。 銀河系内を紹介していたヘビ人間の艦を席に発見され攻撃を受けたが撃退できた。銀河系の外に出たダーナルの艦は遠くに明滅する弱い光を見た。それは死につつあるヘビ人間の島空だった。出発してから20日余りが過ぎ、全行程の3分の2ほどを踏破していた。するとアンドロメダの方向から50隻の宇宙船が接近してくるではないか。 アンドロメダ人が迎えに来たのかと思ったが、それらはヘビ人間の船だった。どうやら撃退した5隻のいずれかが、こちらの目的を高速通信で知らせて、それを阻止するためにやってきたのである。四方にあるヘビ人間宇宙船からは、金属のロープが発射され、ダーナルの艦は航行できなくなった。そのうち1隻からはチューブが伸ばされて、気候に連結され、 ヘビ人間の大群が侵入してきた。かつてダナルが敵艦を打破したようにヘビ人間たちに捕まってしまった。生き残った者たちはヘビ人間の故郷宇宙に連れて行かれた。やがてヘビ人間の母性と思われる惑星に着陸した。そこには高さ20マイルにも達する円錐形の巨大殺人光線発射器らしいものがあった。ヘビ人間を含めた全員が艦を降り、 手薄になった時を見計らって騒ぎを起こし、その隙にジュールディンほか数人が艦に戻って発進させた。それをヘビ人間の宇宙船が追跡していったが、どういう結果になったかはわからない。残った者たちはある建物に入れられた。そこの大きな部屋には見たこともない不気味な生物たちがいた。それらはヘビ人間たちに捕らえられた生物で薬品で、 意識あるまま仮死状態にさせられていた。そこは博物館だったのだ。ダーナルと乗組員も緑の薬品を注射されて仮死状態にさせられた。何日もの間、彼らは目が見え耳が聞こえる状態でいたが、体を動かすことは全くできなかった。永遠とも思える時間が過ぎた後で、ダーナルの視野の端に動くものが映った。ジュールディンだ。 部屋に忍び込んだ彼は薬に気づき、緑の薬品をダーナルに注射したが効果がなかった。それではダメだとダーナルは思ったが、伝えることはできない。次に彼は赤い薬品を使った。ダーナルは動けるようになった。二人は乗組員たちに次々と赤い薬品を注射して回った。だがその様子を一体の蛇人間が見つめていた。建物内に警報が鳴り響いた。 続々と現れるヘビ人間たち。ダーナルの頭にある考えが浮かんだ。彼は赤い薬品の注射器を持つと不気味な生物たちに次々に注射して回った。目覚めた生物たちは積年の恨みを晴らすかのように多くのヘビ人間を殺戮した。その隙に一行はジュールディンが盗んでいた宇宙船に乗り込んだ。目標はアンドロメダ島宇宙。その間を 追う500隻余りのヘビ人間艦隊。最高速度では同等のはずだが、艦隊は少しずつ追いついてくる。どうやら盗んだ。宇宙船は、旅重なる国士によって、本来の能力が出せないらしい。アンドロメダまでの工程の3分の2を過ぎた頃、ついに追いつかれてしまった。だが幸運なことに、エーテル流が相互に衝突するところを見つけ、そこに飛び込んだ。 ヘビ人間たちも危険を顧みずに追ってくる。もはやこれまでと思ったダーナルが命じた。180度回答。正面から攻撃をかける。その時、後方から接近しヘビ人間に襲いかかる艦隊があった。それら1000余りの艦隊は見えない力戦でヘビ人間艦隊の200隻ほど押しつぶした。ヘビ人間たちは逃げ出した。 後方から来たのはアンドロメダ人の艦隊だったのだ。ダーナルの艦に接原した艦からアンドロメダ人が入ってきた。彼らはガス状生物だった。ダーナルが手を差し伸べると相手も手を伸ばした。その手はひんやりとしたが存在感があった。ダーナルはこれまでの行き先をアンドロメダ人が持ってきた孔話球で説明した。アンドロメダ人は了解した。 アンドロメダ島宇宙に近づくと、感情に連なる構成団がいくつもあった。それらの構成は、太陽移動線で動かしたらしい。目的地の惑星に接近した時、ダーナルの艦は、金属疲労で分解する一歩手前だった。惑星の大気圏に入ると、艦は二つに予列威楽し始めた。だが、二隻のアンドロメダ艦が素早く、下に潜り込み、支えてくれたので、 なんとか着陸することができた。大会議場とおぼしき広間で、ダーナルは、工場な支給を使って、ここに来るまでの出来事と援助の要請を伝えた。会議場にいた、幾万ものアンドロメダ人の氷結によって、銀河系への援軍派遣が決定した。集結地に続々と集まるアンドロメダ艦隊。その中には、例の太陽移動船も100隻は混じっている。その時天空から、 船影が舞い降りてきた。それはアンドロメダ艦隊に撃破され逃走したと思われていたヘビ人間艦隊の残存艦300隻だ。そのうち20隻は磁石船で、それらは太陽移動船を吸い付けたまま持ち去ろうとする。乗船していたコーラス艦ともどもに、すぐに磁石船を追跡したがヘビ艦隊に阻まれて逃げられてしまった。 アンドロメダ軍の最大の武器が失われてしまったのだ。この事件の後で最後の艦艇が集結した時、アンドロメダ艦隊の総数は10万隻を数えるほどになった。しかも、ヘビ宇宙と銀河系を航行した経験のあるダーナルを艦隊の司令長官にしてくれたではないか。まず艦隊はヘビ人間の宇宙を目指した。それは銀河系の途上にあり、 高古の憂いをなくすために破壊しておく必要があったからである。もちろんヘビ人間は宇宙要塞と艦隊で迎え撃ってきた。それらは足止め用に残された戦隻ほどであり、アンドロメダ艦隊によって蹴散らされた。ヘビ人間の母性には感染はなくヘビ人間もいなかった。あの円錐形の巨大殺人光線発射機もなかった。遅かった。ジュールディーンが悔しそうに言った。 銀河系に入ったアンドロメダ艦隊はヘビ艦隊と激しい戦闘を続けた。磁石戦によって航行不能にされた多くの艦艇が失われたが、後世コロナや暗黒性を利用したダーナルの戦術によってヘビ艦隊も急速に数を減らしていく。だが、エーテルに作った乱流の罠によりアンドロメダ艦隊が翻動されている間にヘビ艦隊は一斉に襲いかかってきた。 ダーナルがもうおしまいだと観念したとき、何万隻もの新たな大艦隊が現れた。細長い葉巻型の船体は、星艦パトロールの船だ。ダーナルたちがアンドロメダを訪れているうちに、急遽建造された銀河系の艦隊だった。今や三つの島宇宙の艦隊が激戦の中にある。ヘビ艦隊は、急激に数を減らしつつあった。耐えきれなくなったヘビ艦隊の五戦石は、 カニザ大聖団に向けて、頓奏を始めた。それを、オウギンダ系とアンドロメダの艦隊は、合わせて2万隻。やがて大聖団を見下ろす空間には、ヘビ人間の船は一隻もいなくなった。残ったのは、二つの大艦隊のなれの果ての1万隻余り。ダーナルは、勝ったぞと叫んだ。だが、カニザ大聖団の方向から、黒い影が上昇してくる。それは、 ヘビ人間の母性で建造されていた殺人光線発射器だった。それが完成したのに違いない。惑星から丸ごと生命を消し去ることのできる兵器に対抗する手段はない。艦隊には死の沈黙が流れた。そんな時、外宇宙からやってくる一団の船がある。太陽移動船だ。それら100隻の船はカニザ大星団に向けて、 紫色の光線を発射した。星団の光線が徐々に動き始める。やがてスピードが上がり、光線同士が近づいていく。最後は大星団の光線が内側に集中して衝突した。あの殺人光線発射機も巻き込まれた。大星団は燃えるガスの雲、大星雲に姿を変えた。銀河連合評議会の建物のそばで、 アンドロメダ人の代表との別れの儀式が行われた。10万席で出発した艦隊は、今は5000席余り。もちろん銀河系では、最大の敬意と賞賛が払われていた。コーラス艦が、太陽移動船の放射器を、上向きに付け替えて、ヘビ艦隊の磁石船を破壊し、寸出のところで間に合ったことも称えられた。評議会メンバーたちと握手した、アンドロメダ人は、船に乗り込んだ。 先導するダー、ナルの艦に続いて、アンドロメダ艦隊も離陸した。銀河系の縁に向かう途中に、カニザの大成分が見えた。停止したダーナル艦の脇を通って、艦隊は輝くアンドロメダ宇宙に向けて出発した。その右側には、死に絶えたいた蛇宇宙があった。星間パトロール銀河大戦、深町マリコ役。 早川文庫 SF15971 年1月31日発行 ISBN4 から15から010015から2ありがとうございます。